中南大学校は、大田広域市樹城区弓道222本部を置く、大韓民国の国立大学である。1952年に設置された。大学の略称はただ広。2017年4月現在、教員約3044名、学部生約24,089名、大学院生約6,042名が在籍する。ほとんどの短歌大学。 付属機関は大学本部のある大徳キャンパスに集中しているが、以下大学、同付属病院、看護大学は大田高域市中区文化道六の宝雲もキャンパスにある。韓国の中部地方を代表する地域拠点国立大学であり、地域社会での評価は高く、中部地方と中西道の名門大学だと認識されている。2015年現在、 中南予習特別自治市開発により地域の代表大学である中南大学への支援が増え毎年発展している日本の大学との交流には大阪大学などの交流が盛んでいるタイムズハイアーエデュケーションによる世界大学ランキング2019で大戦1位に位置している世界大学学術ランキング2019年では韓国16の21位 世界601から700位。QS アジア大学ランキング2019年では、第701から750位。韓国26位。アジア151位。それぞれの大学は日本の大学の学部に相当する。統計年報第17号14ページ。統計年報第17号15ページ。ありがとうございます。